今日も今日で、ね、経験と知識で武装するアレチャーワードでございます。本日は清澄白河に来ておりまして、八津さんと東京都現代美術館にあります井上康之展生誕100周年記念の展示ですかね。そうですね、来てまいりました。はい、はい、つい先日ね、はい、藤子不二雄 A 先生の訃報が亡くなられたんだよね。もうなんかこの時はそう言った直後ぐらいだったからという感じで美術館まで、歩いていきたいと思います。うん、あそこら辺の街並みっていうか、ああね、湯島聖堂の近くもあんな感じになってたりするけどさ、独特だよね昔の。そうだね、あの並びなんだね、あの同じような規格の建物が並んでいくっていう。あの、うん、なんか神保町も昔こんな感じだったけど、あれなくなっちゃったんだ、あのね、なんか街並みというか、うん、昔のものなんだろうね。そうそう、なんかこの間も半蔵門線沿いの神保町も来たし半蔵門好きですね。半蔵門好きですね。ここは左です、ね、こっちか、はいはい、あー出ました、深川ですね。あー、そうなんですが、世界一、あ、日本一暑いが反対になってるから。ああ、なるほど。さすが江戸。いや、風情あるね、このさ、ね、お店なんて。いい店が多くてね、うん、2軒和菓子屋行ってドライフ買っちゃいましたよ。あ、すでに。もうあ、そうそう、これ資料館だよね、この辺ね。そうそう、うん、ただね、7月ぐらいまでオープンしできない。あ、そうなの、うん、リニューアルしてんのか、なんなのかで。ああ、そうです。あ、桜もだいぶ散ってきちゃったね。さすが、まあさすがにもう4月も、うん、前回時はその時点でちょっとね、もう雨降っちゃってたから、うん、いやでもこうちょくちょく八津さんと、うん、あの大人の遠足ができていいですわ。今日は、特撮美術の、まあ、最重要人物というんですかね、神様ですね、神様ですね、井上康之さんの展示なんですが、まあまあ、太閤さんとまあ言われてますけども、うん、まあ、なんだゴジラとか、そう、そういったとこからもうスタートして、円谷さんとか東宝とかと、うん、もうずっと、もう意外とでもウルトラマン以降は携わってないんでね、今日だけは携わってたっぽいけど。じゃあ、あれか、もう その後は結構自分の会社立ち上げてみたいな。そうね、うん、まあ年表後々あるんでちょっとそれ見てみ、うん、いいんですけど。そうそう、でこの方はあれか、なんかあれです、戦争で足を失ってんだよね。そうそうそう、あ、それですごいね、すごいバイタリティな、水木しげるみたいなね、水木しげるみたいなね、っていうので、うん、まあそういう なんていうか、もう凝り出したらやっぱこうね、止まらない性格だったっていう。本当、空の大怪獣、バランの街並みとか、本物の写真と見比べたらやばいですよ。そうそう、俺さ、あの空の、特撮の空って本をさ、島倉淵夢さんの買ったんだよね。はいはい、だから、ちょっとなんか淵夢さんのやつもあるっていうんで、ちょっと、また繋がっちゃったよこれと思って、好きなのがさ。そう、あの日で来ていた時も買ったんだけどさ。あっち、あれだね。そうですね。はい、東京都現代美術館にやってまいりました。いや、おしゃれですね。ね、いい天気だね。いい天気だ、今日は。ということで入っていきましょう。はいはい。はい、はい、やってまいりました。井上康之展、生誕100年特撮美術監督、ね。これ、あれでしょ、このポスターデザインを樋口真嗣監督。あ、そうらしい。あ、らしい。ありがとうございます。はい。というわけで、井上康之展見てまいりました。いやいや、すごかったね。2時間もう立ち尽くしてしまって、私は。圧巻だったよ、もう。いやいや、素晴らしいものを見せていただきました。うん、もうやっぱ子供の頃に見てた特撮ってほとんど出かけてたな。まあそうだね。うん、すごい、なんか
インタビューとか見たけど、うん、なんかもう全然帰らないってやっぱそうだろうなと思ったOK が出ないっていう目に帰ってくる。そうよね。いやすげえよ。いや、うん、一人のなんていうか仕事人としてはすごく、うん、なんだろうね、一人の親としてはダメだね。まあでもめいっ子さんが出てきてなんかすごい喜んでる。まあまあ、まあ、めいっ子だからね、当たり事と言われて、まあ、終わったことだからいい。素晴らしいものを見せていただきましたね。ありがとうございました。何ですかこれは。名物極上肉づくしバーガーですね。フィールドハンバーガー屋さんに来ております。すごいねこれ。どうやって食べるんだって話もね。この名物バーガーをいただいてから帰りたいと思います。はい、というわけでカフェ&バーフィールドさんで、極上肉バーガーをバーガーは食べましたけど、すごかったね。ちょっとなんか本当ダメだね、体は悪いから。いやでもなんていうかステーキをそのまま引いたステーキみたいな感じで。そうだね。ああ食べたことない食感だったよね。いやうまかったよ、すげえ、ね。現代美術館のすぐ向かいにある。すぐ向かいにあるから、もうすぐ返す刀で食う。いやあのなんだっけ、あのひき肉のソースがまたあのなんだろう、味濃くてすごい罪深いもんだった。あれはねボロネーゼで食べたいね。あスパゲッティに絡めて食べたいっていう、ね。そうそう、うん、もう、まあ、値段もそれなりでしたけど、まあね、まあイベントとしてはいいかもしれない、ね。うん、まあ一つのあれはエンターテインメントということで。そうですね。いやうまいもん食わせてもらいましたね。はい、おかちまちまちゃねえや、気温済み白髪に決まりました。それでですね、まあ深川の街とかを散策しつつ、はい、なんかおい、あのいいもの見て美味しいもの食べてということで、うん、まあ割とコンパクトに、探訪したという感じですかね。そうですね。なのでこういった大人の遠足はちょいちょいやっていこうと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。